大会が終わってから1秒経ってないから、バカが、餌食よ。ニドキングのさ、HP が半分以下の時の声好きだ。ハハヘヘになるんだな。ハハヘヘから、ハハヘヘになるんだ。俺もうあれなんだよ、みんなに愛称だったけど、俺絶対音感の持ち主なのね。これ知ってるやつマジいねえから。声聞いててくれよ。ピューなんだよ。お前なんだそれ潔いの。ハハヒヒとか言って出てきてさ、帰る時だけピュー。漫画みたい。おそ松くんみたい。もうお母さんがメンヘラになってる。何してんだよお母さん。ぬいぐるみ買っちゃってるんだけど。なあ。お母さん、いやママ。完全にエホバにハマってる。じゅんちゃん幸せになれるの。幸せになれるって聞いたの。池田大作のぬいぐるみ買ってんじゃねえのこれ、おい。ふざけんなよ。せめて可愛いやつ買えよ。大作人形。絶対買ってる。ちょっとみんな、ジュースタイム。それか、大川隆法のぬいぐるみ、どっちかだな。うちのお母さんが買ったのが、池田大作人形か、大川隆法のぬいぐるみか、みんなでちょっと話し合ってくんねえか。どっちの恐れありか。みんなからしてみりゃさ、他人事かもしんねえけどよ。俺からしてみりゃ他人事じゃねえからよ。